が、信長公がですね、楽市楽座を初めて、施工しました岐阜町、美濃からやってまいりましたオルガン珍論隊でございます。皆さん、この統一感のない珍論隊をですね、見ていただければ分かりますように、プロとしてですね、これで飯を食っているわけではございませんけれども、銀行員やらですね、警察官やら、犯行屋やら、臨床心理士やらですね、各界から集まりまして、岐阜の、町おこしに、盛り上げようということで、今回も商店街盛り上げようということというふうに伺っているんですけれども、我々も岐阜の柳瀬商店街などを中心にですね、町おこし、そんな感じで珍道をやっております。お客さんがこうやってね、会議机に座っている前に思うんですからね。はい、では、ここでですね、我々、楽器を持ってないメンバーがいるんですけども、ボーカルを、用意しております。これも珍道屋では大変珍しいことなんですけどね、加藤美奈ちゃんでございます。街を練り歩いたりするときもですね、マイクをぶら下げて、歌ったりするんですけど、ステージなんかでよくこういうパフォーマンスを要求されることがございまして、あえてボーカルを入れようということですね。加藤美奈ちゃん練習してきたんですけどね、これ今日初披露ということでね、我々、パフォーマンスが弱い弱いと言われ続けてきた珍道屋でございますけれども、演奏するのに必死の可能性がありますので、加藤美奈ちゃんだけ見ていて、ありがたいなと思います。それでは、お祭りマン。帰らない、いくら
なんかコメントされるんですか。いいです。はい、ではオルガン人の台でございました。短い時間でしたけれども、最初に演奏させていただきましたのが、人のお得意の、オープニング曲竹須、で最後にですね、四丁目という曲で締めるのが、人狼の定番だそうですので、それで締めさせていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。